こんばんは、速稼塾の久保です。ちょっと髪の毛こんな感じですいませんね木の実木のままという形で放送させていただきます。今ね、4月16日の20時49分になってますけども、今アメリカからメールが来ました。速稼塾の塾生さんで、お一人ね、リノさんって方がいらっしゃるんですけども、お名前はまあアメリカに住んでるからちょっとね、リノさんというふうに言わせていただいても大丈夫かなと思いますけども、メールが来ましてね、どんなメールかっていうと、1200ドルがトランプ大統領から入金されたよってことなんですよ。で、5人家族だったんで、それぞれ1200ドル、ね、まあ、日本円でいうと12万ってとこですかね、12万で5人家族なんで、60万ぐらい振り込まれたそうなんですよ。すごいですね。やっぱりニュースとかでは、財政出動して、まあ、皆さんのね、口座にお金入れるよって聞いてたんですけども、こうやって実際にね、振り込まれましたみたいな連絡を聞くと、いや、すごいなと。財政出動、それから通貨発行権がある国、すごいなと思いますよね。日本ではまだね、何も誰もお金受け取っていないんですけども、住宅政策金融公庫さんの方で借り入れの相談は今ねさせていただいてるんではないかなと思いますよね。うん、まあでもこういう時だからみんなで協力して乗り越えていかないといけないですよね。で、自分には何もできないと思っている方もいるかもしれませんけども、少なくともね、絶望したり悲観論を言うよりも人を励ましたりとかね、それから不安に寄り添ったりってことはできると思うんですよ。やっぱそういうふうに、まあ、鼓舞し合ってね、慰め合っていくこともできると思いますんで、決してこれはね、傷を舐め合うってことではないんですよ。やっぱ人はね、痛いって時には抑えてもらいたいと思いますし、悲しいって時にはね、肩をこうね、まあ、抱いてほしいと思うんですよ。まあ、そういったことはお互いにできると思いますんで、まあ何もね、人を助けるのはお金だけではないですから、大切な気持ちっていうのもあるんで、で少なくともね、人間としてはそういった気高さというかね、誰かのために何かをしたいという本能とでも言うのか、そういうのはこういう危機の時だからこそ思い出していきたいなと思っております。リノさん、メッセージありがとうございます。非常にね、なんか私まで励まされました。それではまたメッセージください。アメリカから、違う、アメリカに届けのメールでございました。では失礼します。